ウィリアム・ギルバート、ウィリアム・ギルバート、ウィリアム・ギルバート、または、ウィリアム・ジルバード、1544年5月24日から1603年12月10日、は16世紀のイギリスの医師、物理学者、自然哲学者である。コペルニクスの地動説を早くから支持し、当時支配的だったアリストテレス哲学とそれに基づく学校教育を積極的に拒絶した。 医師としての仕事の傍ら、静電気、磁石の研究を行った。今日、主に著書とマグニートで知られており、電気という言葉を作った一人とされている。また、バーソリアムと名付けた回転する針のような剣電器を発明しており、電気計測機器の祖とされている。ギルバートの研究は、実験を用いた近代的な科学の先駆けとして、多くの科学者に多大な影響を及ぼし、 電気工学や電気と磁気の父とされることもある。なお、生は、ギルバードとされることもある。コルチェスターにある墓姫には、こちらの綴りで刻まれており、ドマグニットの中の階層六的部分でも、この綴りが使われているし、コルチェスターには、彼の名を冠した、ギルバードスクールという学校もある。CGS 単位系における、G、記事力の単位、ギルバート、ギガバイトは、 ウィリアム・ギルバートの名にちなんでいる。1544年、エセックスのコルチェスターに生まれた。ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで学び、1569年医学博士となる。その後、ロンドンにて医者として開業し、ヨーロッパ大陸にも行った。1573年、ロンドンの医療研究機関。この当時はまだ、ロイヤルとついていなかったのフェローに選ばれた。 1600年カレッジ・オブ・フィジシャン会長に就任。1601年から1603年までエリザベス一世の G を務め、続けてジェームズ一世の G も務めた。G としての業績によりナイトに除せられた。医師としての仕事の傍ら、約20年にわたって磁石の研究を行った。それにはの影響があった。地球は巨大な磁石であり、それが、 方位地震が北を指す原因であること、それまでは北極星、または北極にある巨大な磁性を帯びた島が方位地震を引きつけると考えられていた。鉄が磁石によって磁化されること、磁化された鉄を灼熱すると磁力が失われることなどを実験によって示した。ギルバートはこれらの研究に五千ポンドもの資材を投じたとされる。1600年には、 これらの成果を集大成した著書ドマグニート、マグネティスックコープリバス、イデマフのマグニートタルーは、磁石及び磁性体並びに大磁石としての地球の整理が出版された。この著者の中で彼は、地球の中心が鉄でできていることを正しく指摘し、磁石を切断してもそれぞれの断片が N 極と S 極のある磁石になることなどを記述している。英語のエレクトリシティ。 電気という言葉を最初に使ったのは、トーマス・ブラウンで1646年のことだが、これはギルバートが1600年に使ったラテン語の信号、エレクトリカスが元になっている。なお、エレクトリカスという言葉は13世紀頃から使われていたが、ギルバートは初めてこの言葉を、琥珀のようにものを引き付ける特性、つまり静電気という意味で使った。ギルバートは摩擦によって、イフルビアム、 目に見えない放出物が取り除かれることでその物体が物を引き付けるようになると考えており、電化という考え方には至っていない。琥珀を帯電させて静電気の研究も行ったことが著書に記されている。琥珀を意味するギリシャ語はエレクトロンであるため、静電気の力をエレクトリックフォースと呼んだ。彼はバーソリアムと名付けた回転する針のような検電器を発明しており、 世界初の電気計測機器とされている。同時代の人々と同様、ギルバートは水晶が水の最も硬くなった形態だと考えており、氷は圧縮されることで作られていると考えていた。ギルバートは電気と磁気は異なるものだと主張した。その証拠としてギルバートは静電気を帯びたものを熱すると静電気は消えるが、磁石を熱しても時期は消えないとした。 ただし、実際には、磁力は、熱すると弱まる。電気と磁気が一つの力の別の側面だということを明らかにしたのは、ハンス・クリスティアン・エルステッドと、ジェームズ・クラーク・マクスウェルである。しかし、ギルバートが電気と磁気を明確に区別したことで、その後250年間の科学の進歩に寄与したとも、言える。ギルバートは、 惑星の光点や自転は時期的な引力に起因するものと考えたが、これはヨハネス・ケプラーなど多くの当時の科学者も同様である。空の星がすべて時期の力で回っていると考えるのは無理があるとして、ギルバートはガリレオの20年前に地球が自転していると主張している外部リンクなど参照。ギルバートは1590年代に世界初の月面地図を作ろうとした。 望遠鏡は使わず、目で観察した月の表面の明暗を図に残している。当時の一般的な考え方とは異なり、ギルバートは月面の明るい部分が水で、暗い部分が地面だと考えていた。1603年11月30日、ロンドンで死去。死因は、センペストと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。